日本九州地方福岡県福岡市西区おろの島、小女島は玄界灘上にある福岡県福岡市西区の島である。周囲 3.3km の玄武岩を基盤とした古島である。南北に2つの峰があり、南の標高 109.3m の峰が島の最高峰で額の宮神社が位置する。島の周囲は玄武岩の断崖絶壁で、 一部に海食堂が見られる。南端に岩歴堆積平地があり、ここに集落が営まれる。島周辺には津島暖流が流れており、比較的気候は温暖で、学の宮神社の境内には、ソテツ、鉄、ロウ、フェニックスなどの熱帯性植物が繁茂している。このほか、島の大半を松林が占め、それを開拓した二十や、紅葉樹林が島の中央から、 南部の斜面に見られる。人口は189人。少女島の名が文献上に登場するのは鎌倉時代のことである。島の氏神である七社神社の棟札には、棟方郡東郷村の住人の名がある。県庁4年7月12日の関東五教書には、筑前国島郡となっており、棟方大社の車両であった島に関して、中国系博多商人であった。 釈二明ニキが妻の自党を名乗って領有権を主張したことで領地争いになり、宗方社座師が鎌倉幕府に社役大官を訴え、幕府が釈二明ニキに開国したことを記録している。翌県庁5年5月3日の法条長時書下には、宗方大社を含めた三社による訴訟の記録があり、県務元年3月20日の雑訴決断所長には、県務政権が、 宗形大社の小女島所有を保障したことが記録されている。また、李氏朝鮮の海東諸国旗にもと島の名で登場する。このように、中世の小女島は海上交通の要所であり、宗形大社が領有権をめぐって熾烈な訴訟を繰り広げたことがわかる。近世には落ちうどが流れ着いた現象があるが、ほぼ無人島であった。1645年に、 福岡藩の漁業権獲得政策により、遠見番所が置かれ、北崎村から五軒屋と呼ばれた五世帯の漁民を移住させた。後に二世帯が移住したため、近代に入るまではこの島の住民は皆この七種類の苗字のいずれかであったという。藩政時代は、捕鯨が1679年から6年間と1725年1772年の3度。 試みられたが、台風による、波止場の崩壊などでいずれも不調になったとされている。福岡藩の流刑地でもあり、重罪者の流刑地として選ばれた。留人の監視として、おつね番の名で足軽が配置され、彼らも、また、近代までの少女島の集落を構成する一部であった。福岡藩の学者であった、貝原駅賢も3年間この島に追放されている。 1931年から1940年にかけて島の北端に陸海軍共用の要塞が築かれ陸軍300人海軍30人の兵士が駐留したこれが原因となり1945年8月6日昼に米軍による空襲に見舞われ本家の一軒を除くすべての家屋が焼け出されている1889年の町村静止工事には 島郡小田村に属した。その後、軍政や解消、編入により、糸島郡小田村糸島郡北崎村福岡市と変遷している。1961年に福岡市に編入されて、以後は福岡市の最北端となっている。ほとんどの島民が漁業で生計を立てている。5月から12月までは巻網漁、1月から4月までは個人漁を行う。 主に取れる魚は、ブリアジ、サバヒラメカレーなどで、季節や業種によって変わってくる。これに加えて、最近では新しい取り組みとして、巻網漁で取れたヤズを、フレーク状に加工したものを販売している。これは、コネクリと呼ばれる島の漁師飯を元にして作られたものである。島の南側にある集落内の道と集落と島の中央部にある小中学校を結ぶ道路以外に、 主な道路はなく、周回道路はない。九州本土の名の浜と線上との間で1日、1から2便、福岡市営都線の高速線、ニューオロシマが運行されている。所要時間は65分、運賃は大人片道1790円で、福岡市営都線で最も長い航路である。日、日、土日曜日の2便運行時に限り、 九州本土側から日帰りで島を訪れることが可能である。日帰りで訪問する場合、滞在可能時間は約3時間である。航路の特殊性から島民等の利用が優先される、胸と船上に注意書きがある。2000年のニューオロ島就航により、定員が60名に増加した。少女島では生活物資の運搬が、 市営都線に強く依存しているという状況に鑑み、ニューオロ島には、後部甲板に多目的貨物室及び、プロパンガス専用エリアが設置されているほか、2役の利便性確保のためにベルトコンベヤが搭載されている。ABC、角川日本地名大辞典編纂委員会編、角川日本地名大辞典40福岡県。 角川書店 ISBN4 から04から001400 00から、6988年 AB くつき小1、少女の島の自然と社会、糸港分林第3号福岡、県立糸島港東下、高校ゆか、イブンカッ1955年、離島振興対策実施地域一覧国土、交通省国土政策局離島振興機、ABC の真吉を、 限界の島々経由者1973年、日本海事研究、ハット AB 高田茂広氏、島の史跡巡り西区地域振興事業、推進委員会編、福岡市西区役所監修、福岡史跡ガイド西区は、歴史の博物館会長者1995年、ISBN4 から874151396、AB 龍正佐を、少女の島の民族採集、 伊藤文林第3号福岡県立伊藤島高等学校交育会文化部1955年高田茂広史再開捕鯨遺文福岡市立歴史資料館研究報告第8集福岡市立歴史資料館1988年福岡市小野の島地区簡易水道事業福岡市小野の島航路旅客船ニューオロ島について SRC ニュース8から9 2001から01財団法人日本造船技術センター氏にありがとうございます。